まもなく深川です。出口左側3番線の到着です。
からまた向こう、ね、かつては増毛まで行っていたわけだね。あーもう完全にぶん切られてるね。通ることすらできないのか。ちゃんと観光しようっていう時に限ってこうやって曇り上がるなとかさっきは思ったんだけど、あのこういう廃線跡遺構を見るっていう意味ではこういう曇り空の方が雰囲気が出て、もしかしたらこっちの方がいいかもしれない。なるほど、稚内が表示されるか。やばいやばい、雨降ってきた。たまらんな、こういうのは。まあ本当はね、このまま廃線跡に沿って、歩いていきたい、ね、ところなんですけど、そうすると本当に増毛の方まで行ってしまいますので、ここはぐっと押さえて、この辺で切り上げたいと思います。ありました。時間がないぞ。いつもさ、やばいやばいとか時間がないとかさ言ってるけども、本当に列車逃したことって今のところ一回もないからね。俺はちょっとね、なんつうの、用心深すぎるというか焦りすぎなんだと思いますね。予想以上に早く着きすぎたからお土産物色しようかなってちょっと思ったらですね、その着いた瞬間に閉まってしまいました。
番線に列車が到着いたします。ご注意ください。1番線に列車が到着いたします。ご注意ください。北海道にいるのもあと1日となってしまいました。本当に楽しい時間というのは一瞬で過ぎてしまいますね。明日残り1日全力で楽しみたいと思います。6日目復習です。まずは旭川から富良野線で富良野へ参りました。そして富良野をチャリで爆走しました。鳥沼公園、ハートヒルパーク展望台、富良野五条大橋、そして北海道のへそですね、ちょうど真ん中ということで、まあ、思いっきり小学校の中だったんでね、入っていいのかどうかとても迷いましたけれども、まあね、ちびっ子たちの避難訓練の成果を発揮させてしまうのかととても悩みましたけども、大丈夫です。皆さん入っていい場所ですからね。はい、という富良野3時間楽しみました。そして根室本線東鹿越行き、乗車しまして、まあ、東鹿越新徳間は、先の災害で、まあ、不通となってまして、まあ、そのまま廃止される予定ですけどもね、富良野新徳間2020年度をめどに、廃止するつもりだということですけども、東鹿越、まあ、さすがに鉄道オタクがわんさかいましたね。はい、で、バスに乗り換えてそこから先に行くという人も多くいましたけども、まあ、私はそのまま引き返しまして、東鹿越から滝川、そして深川、そんで留萌本線ですね、深川留萌往復しました。往復待って、話の流れ上先に往復しちゃうとまずいな。まずは深川から留萌まで行きまして、留萌をね1時間ほど、まあ、歩き回ったわけで、留萌増し系の廃線跡、2016年に廃止されたんですけども、そこをねちょっと見まして、いや、よかったよね。やっぱ曇りの中の廃線跡、これはあの何とも言えない物悲しさがありまして、なんですかこれをエモいって言うんですか、エモい、エモ言われる、これの語源はエモーションであるという可能性がどこかで指摘されておりましたが、そんなのが ありえないんですけども、エモーション、エモい、エモ言われぬというね、趣深い配線跡でありました。俺に時間と金さえあれば留萌増し家間を歩き通すということをやりたいんですけども、まあ、あいにく私、収入はほとんどございません。まあ当然ね、皆さんの広告クリックのおかげで入ってきてはいますけども、まあ、言ってもそんな北海道をバンバン行けますみたいな、そこまでの金額はね入ってきておりませんのでね、依然として無理ですけども、はい、あとまあ SL のある公園を、まあ、見るなどしまして、留萌1時間歩きました。そんで留萌、深川戻りまして、この留萌本線もね、留萌深川間は2020年度頃を、まあ、目安に廃止するつもりだということですけれども、この2020年度頃廃止コンボ、ですね、この6日目は。はい、そして、深川に戻ってからは特急で、まあ、一瞬ですけども滝川に戻りまして、で、
今日は滝川で終了ということになっております。はい、という6日目でしたけども、さあ次の日7日目でこの北海道ほぼ環状旅行は終了ということになってしまいます。いや、あっという間ですね。あっという間なんでしょうか。ですね、まあ私はね、当然連続でやってますからね、7日1週間で終了。うん、まあなかなかね、1週間の旅行なんて人生でできることってのはあんまりないと思いますけどね。でも1週間やっぱ一瞬でしたね。本当に一瞬でしたが、動画的には確かこの北海道旅行動画投稿を始めたのがいつだったかな、9月の頭だったかな。ということで、2ヶ月かかっておりますけれどもね、どんだけ引っ張るんだ。まあ、私のかつて好きだった某バラエティ番組は、12時間、その1泊2日の旅行のうちの12時間を確か8週ぐらいに分けてやるというね、とんでもないノロノロペースでやるというね、もうグダグダの極みみたいなバラエティ番組ありましたね。私大好きだったんですけども、それに匹敵するぐらいのペースでありますが、ようやく皆さん、ようやく明日、7日目で終了でございます。いやー、もうね、きっとここの動画を見てくださってる方の中では、もう終わっちゃうの、はい、そんな早く終わらないでよ、もっとあと30日でもやってくれよみたいなね、こと思ってる方が大半だと思うんですけれどもね、ここでボケを終了いたしますと、正直に、皆さん、やっと終わりだよこの野郎、もしくはせんでタラタラ投稿してんじゃねえよバーカと思ってる方、正直に手を挙げなさい。はい、その君の右手あるいは左手を、はい、高らかに挙手しましょうね。はい、そのようにさっさと終わればバカ野郎と思ってるそこの僕、正直に手を挙げようね。お前ら、すいません。